ちゃんと寝なきゃ。数年ぶりに見に来たけど、めっちゃお姉さんってめっちゃ数年ぶりやん。え、めっちゃ眠いです、私今日。最近で一番眠いってくらいに眠いか。もう寝れる、一瞬で寝れます。今日めっちゃ疲れたけど、まあゆっくり寝ます。いや、今日は編集とかじゃなくて、めっちゃ疲れたけど、まあ、よく寝れそうです。昨日も、あ、でもまあ今日早く起きた。そういえばこの前劇場に行ったじゃないですか、私 YouTube やりますっていう時に、あの時にお手紙とかいただいたわ。ありがとう、受け取った。あとさ、見て、今ちょうどここにあるんですけどさ、お家にこれが届いたよ。やっとなんです、やっとのやっとって感じなんですけど、じゃーん、見て、ウレピー今年のあの生誕のグッズです、吉田カレンの。イエーイ。え、 T シャツなんかもう一個もらえちゃったんだけど。嬉しい、家族にプレゼントしちゃったな。あ、持ってますか。すごいね、なんか、え、 T シャツはもう持ってて、え、せっかくなのでちょっと開封式していいですか、今から。ちょっとタオル開けます。え、これ実物初めて見ます。デザインは自分で紙に書いたけど。すごい、私この色にしたんだっけな、全然覚えてないわ。じゃん、やっぱ吉田カレンが一番倍いける。面白い、改めて見ると。皆さんがこれを使ってるのを見るのを楽しみにしてます。すごい、ウケる、なんかウケるデザイン。いや、なんか言葉系でいこうと思って。生誕 T 着てランニングしてるの。マジウケる。ウケる、いっぱい宣伝してください。一番倍。あとバッジね、これも去年もありました。すごい、これいつの写真やろ。めっちゃ昔な気がする。そんなことないか、あ、割と最近か。なんか前髪がすごい、なんか自分じゃないみたい、顔違くない。いや、え、なんかさ、改めてこのデザインめっちゃ可愛いなと思うんですけどね。私がデザインしたやつめっちゃ可愛い。やっぱり、はい、いいですね。え、これ何、すごい、ペンとか去年ありましたっけ。え、なんかセットみたいな。え、すごい、え、めっちゃなんか、え、嬉しい。チームイートカレン吉田って書いてます。これ絶対書きやすいやつやん。愛用しよう。私の名前が彫られてますね。嬉しい、特別感、みんなとお揃いですね。愛用します。友達とこう名前入りのペンは初めてかもしれないです。もったいなくて使え、確かに。
確かに確かに、推しの名前が彫られたペン。仕事人みたい。これすごい嬉しいんですけど。なんていうこれ。これこれってしか言えない。これすごーい。あ、かわいい。みんな飾ってますか。めっちゃいい。いいですね。タペストリー、タペストリー飾ってるよ。本当嬉しい。おそろだね。ウケるんだけど、めっちゃいいねこれ。素敵。私の部屋のドアノブに飾っとくか。みんなどこに飾ってるん？お家のリビングにでも飾ってもらおうか。素敵、タペストリーでした。いいね、いいね。これめっちゃ嬉しいね。え、私はめっちゃ嬉しいと思うな。良いね。タペストリーでテンション上がります。おー、やったー、タペストリー、タペストリー、自分のタペストリーなんて。タペストリーなんて作っていただける機会なんて。すごい嬉しいです。ちょっとどこに飾ろうか。自分のやつをどっかに飾ります。みんなライブとかでみんながこれをこうやってしてるの楽しみにしてます。うん。やばいやばい。やばい。いや、いいですね。みんなもぜひたくさん使ってね。10月前になってやっと開けました。いやもう10月ですよ皆さん。え、今日って30日、え、今日30日ですよね。早っ。いや信じられないな。そして、え、明日ですよ YouTube 解説。だから実感ない。え、待って、やば、10月？早早早早すぎ。10月なので、もう早いね本当に。あー、そっか。うん、明日解説なので皆さん絶対チャンネル登録してくださいね。今年もあと3ヶ月、うん、3ヶ月あっという間だろうな。あと1時間、え、あと1時間、本当だ、あと1時間でも10月。うん、カレンダーもできてないし完成してない、まだ。早く作んないと。いやー、そっか、10月、10月ってな。でも9月もあっという間だったしな。楽しもうっと、楽し、そうです
でも YouTube 頑張んなきゃな。いよいよ頑張んなきゃ。そうだね、あと1ヶ月ちょっとでお話し会もあるしね。迫ってきましたね、お話し会。なんかね、早かったな。早かったですね。確かに過ごしやすい10月。祝日ないの？10月？そうなんだ。なんか祝日とかあんま気にしなくなっちゃったな最近。あ、今日祝日なんだみたいな感じ。10月、そうね、涼しくなるね、どんどん。今めっちゃ洋服がむずすぎて、半袖、長袖難しいね。でもどんどん涼しくなってくるだろうね、10月になったら。いや、10月はなんだかんだ慌ただしい1ヶ月になりそうだな。何より YouTube をもう解説ですので、やっぱ始まったもんにはもう止まれないので、突っ走っていかなきゃですね。やることはいっぱいだから頑張ろう。そうだね。早く私の大好きな12月になってほしい。ストックね、結構あるんだけど、でも1週間毎日投稿するんですよ、明日から。そうそう、だから毎日見れるよ、1週間、最初の1週間みんな毎日動画見れますよ。お風呂上がりみたい。確かに私お風呂上がりこんなしませんけどね、すぐ髪乾かす。私のお風呂上がりルーティーンは、すぐにコットンパックをして、で髪を乾かします。そこのスピードが大事。寒いね、確かに12月寒いだろうな。そうね、12月が一番好きなの。一番好きなのは、でも8月と12月が一番好きなんですよ。まあ、クリスマスとか、あの12月なんかね、そうね、クリスマスとか特にあの雰囲気が好きですな、冬の。チャンネル名は夢見るです。そう、夢見るです。動画の長さはね、バラバラです。全然決まってないよ。髪切りたい。いつ切ろっかな。3人の役割分担なんだ感じ。全然この人がこれっていうのは全くないです。みんなでやってる感じだよ。暑いのが苦ではないの。ああ、全然苦ですよ。でも別に暑い、でもどうだろう、暑いよりなんか好きの、なんだろう、暑いけど好きです。夏の雰囲気が好き、雰囲気が好き。意味わかんないんですけどね、暑いけど好きですよ。なんかセミの音とか青い空とか、あの雲、夏の雲とかが好きです。住みくがしのパソコンあげたのクリスマス。うーん、そうだね、そうです、そうです。
サンタさんが。たくさん食べれるからじゃん。私は冬でもたくさん食べますよ、アイス。あー、ほう、なるほどね、包んでたね、確かに包んでたね、プレゼント。そうだった、忘れてた、確かに2時間くらいかけてさ包んでたよね。懐かしい。めちゃくちゃむずかったんだよあれ。じゃあどうなることや。誕生日が、誕生日があるからっていうのもあるかもしれない。でも誕生日がなかったとしても好きだと思う。夏ね。まあ誕生日っていうのも大きいですね。去年の10月って何してたかな、私。何してたかな。全然覚えてない。何してたかな。免許取ったのも9月頭とかだったし、全然覚えてないんだけど。1年前の自分。明日レミタの誕生日で15歳でしょ。若い。おめでとう。まだだけど。髪切りたい、早く。 YouTube の企画でやろっかな。アイドルのイメチェンの瞬間、私の苦手な美容室。なんか農家のおばちゃんみたいなあれですけど、なんかさ、ちょっとおしゃれな雑誌でこういうやつあるよね。なんか見たことある気がする、ね、免許取ってもう1年経ちました。あれいつ取ったっけ。私9月とかに取ったと思うんだけど、10月だっけ。10月に取ったっけ。あ、まあそのくらいです。9月か10月くらい。ん、そうですね、9月。うん、どのくらい。髪確かに金髪にしてみた。ね、それこそビスさんとかなんかこういうのはやってなかったか。いける。私のひいおばあちゃんこんな、こんなしないか。私のひいおばあちゃんはめっちゃおしゃれな帽子をかぶってます。こういう帽子かぶったこと見たことないかもしれない。なんかね、すごいね、おしゃれな。なんかレースとかついた帽子をかぶってる、いつも。畑行くとかに出てますよ。畑行くにでも、なんか黒のちょっとここにレースがついたようなすごいおしゃれな帽子をかぶって畑に行ってましたね。畑仕事し
したことないな。虫がいっぱいいるか。畑なんかひいおばあちゃんち畑があるんですけど、その家のなんか周りというかその辺にほとんど行ったことないんですよね。結構昔から何度もってかすごいいるけど畑ほとんど行ったことないんだよね。ひいおばあちゃんね、いくつなんだろうなって。でもこの前ね、なんか電話した時にね、なんか年齢の話したんだよけどさ、何歳って言ってたかな。80何歳かです、もうこら80何歳よみたいに言ってた気がするんだよね。もうすぐたいみたいな、もうやばっかみたいな感じで言ってた。まだまだやろって話をしてました。これからばいっていう話をしてました。でも何歳言ってたかな、もう忘れちゃった。そう、おばあちゃんとかの年齢ってさ忘れちゃうんだけど、毎回聞くけど毎回忘れちゃう。もう私の記憶力がちょっとやばすぎるだけかもしれないけど、覚える気、そうね、おちょっと覚える気がないのか。ける？映ってますか？なんか画面がひーやば、すぐ横になる。何時、待って、50分から始めましたから、もうでも20分になっちゃうね。じゃあもうすぐ終わりますよ。いや早っ、もう11時過ぎてる。トマト、今日はトマトがすごい昨日の夜から食べたくて、ずっとカプレーゼ食べたい、カプレーゼ。はい、20分になったら終わります。先にトマト、トマトね。いや、お家でねトマトを作ろうか本気で思ってたんですけど、結局虫来るのが嫌だからやめました。虫、何より虫が一番嫌だから。あ、野菜シスターズ思い出すね。確かにすごいできて嬉しかったんですよ。大好きな野菜に慣れて、MacBook おいくらだった？なんか細かい値段はそんな覚えてないですけど、でも最近で一番高いお買い物でしたよ。でもそう、ずっと欲しかったからね。普通に趣味としてもなんか欲しかったし。でも1年前くらいに買った。あ、そんなことないか、いつ買ったっけ。うーん、でも結構経ったわ。トマトジュースは飲めません。トマトは好きなんだけどね、トマト、もうトマト料理も好きなんだけど、トマトジュースだけが、いや、飲もうと思えば飲めるんですよ。でも好きではないかな、そんなに。前缶のトマトジュースを飲もうとしたら飲みきれなかったくらいね。
畑のおばちゃん、うん、髪切りたい、髪切りたい。みんなこれぜひ見せびらかしに来てね、いつか。お話し会で見せびらかしてイエーイ。今日は髪がボサボサなんでタオル巻くぐらいがちょうどいいです。これでごまかす。熱出て4日だもんな。マジ？あれワクチン打った？怖いのかな。ね、みんな頭に巻いてたわ。確かに劇場行ったら吉田カレン推しの皆さん、みんなこれ頭に巻いてた。いいや。あ、もう20分なっちゃった。絶対ショート似合いそう。ほんと？そんなこと言われたらもうもっと切りたくなっちゃうや。うん、じゃあ終わります。イエーイ。ランキング読むよ。13位マグさん、ありがとうございます。12位ポクレンパサランさん、ありがとうございます。11位トリオエイジさん、ありがとうございます。10位ヒガさん、ありがとうございます。9位クリスティアンさん、ありがとうございます。8位ハレさん、ありがとうございます。7位モモジさん、ありがとうございます。6位ヌッシーさん、ありがとうございます。5位まぼろしさん、ありがとうございます。4位こたんさん、ありがとうございます。3位ももかんさん、ありがとうございます。2位くぼてつさん、ありがとうございます。1位はやちゃんさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとう。明日 YouTube 夢見る解説ですので、チャンネルよろしくお願いします。それじゃおやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。ありがとう。